はい,はい、毎度でございます。えー、ちょっとね、小物、行ってみたいと思います。カラビナです。まあ、年代物のカビナで、えーっとね、まあ、よくこう装備のね、サスペンダーの方をこう、つけてたりとか。うーん、ほんまはまあ、スタブハーネスみたいなね、あの、ヘリ,ヘリコプターで、あのー、 装備に引っ掛けて脱出するやつがこういう最後をこう引っ掛けてね、するために必要なもんですよね。ただまあ普通にこうぶら下げてるやつもいるんで、まあなんかこうロープを最後ね、引っ掛けたりとかするのに便利かなとは思うんで。当時の使い方としては別にこれといって、ね、重要なアイテムではないような気しますよね。 でも僕はこれよ,よく使うんで、よく使うどころじゃないです。毎日使ってます。なんでかっていうとね、これをね、普段着のジーパンとかね、のベルトループに引っ掛けて、キーホルダー、キーホルダー、ホルダー <laughs> キーホルダーでいえんか。ね、として使ってます。まあ、あのー、理由としてはね、 何かしら一個ぐらいちょっとどんな格好してても、ま、ジーパンに T シャツ、普通のスニーカー、履いてたら、あの、ミリタリー色ゼロですよ、ですよね。でもこれさえついてたら、もうどこかにこう必ずミリタリーがおるってことでね。その中でも僕のこだわりなんで、ま、あやっぱり70年代、60年代でないとねっていう。これね、72年なんですよね。で、 パッと見、正直言うのね、これね、程度良くないです。ただ、これな、なんでこうなったんだろうな。もうちょっと綺麗なの残しときゃよかったえー、っとね、この72年のやつはね、結構出てくるんですよね。今でも、ちょいちょいオークションとかで見るかな。まあ、比較的あるやつです。で、これ、 うーん何年ぐらい前かなもう20年以上前かななんかね、大量に出てきたんですよねで。そんなこと知らずにね、一番最初に買ったんです4000円ぐらい出して買ったんちゅうことっけな最後は1000円ぐらいで買えたんちゃうかなだからね、なんかね、安く見つけるたんびに買ってたんでね、5、6個持ってたんちゃうかな ?5、6個持ってたんやけど、 まあ、あの、仲間内に騒いてしまって、72年ものも最後、もうこれあと1個です。まあ、なんでこれ最後1個になってっちゃったかっていうとね、えー、こうやってね、他にいっぱいあるからです。で、これはね、装備につけたままなんで、なんかあんまりね、綺麗じゃないんですけど、これは普段、普段から腰についてるんで、結構こうやってね、あの、サビが落ちて、あの、 変な、あの、やれた感じじゃなくて、使い込んだ、あの、綺麗な感じになってるんじゃないですかね。えー、っとね。これはね、歪んでるんですよね。どうやったらこんなことになったか知らないですけど、買った時から歪んでました、えー。この US のマークのとこにもなんか変な気づいてます。ね。で、えー、っと、こっちに年,年代入ってます。なぜかね、縦に入ってるんですよね。66。 1966年製。メーカー名なのかなこの TS って入ってるのがね。えー、っと、66年。これも66年かなもう、うもう薄れてます。で、これは69年。全部ね、同じようなパターンでね、縦向きに入ってるんですよね。これカメラに映ってるかな これは絶対分かると思います。これ70年です。わしと同い年。年をばらしてしまった。えー、<laughs> でね、これさっきの72年のやつね。72年のやつはね、まあ、70、うーんー、まあ、70年が縦。72年は横。こうなってくるとね、71年はって思ってもいますよね。メーカーも入ってたかなあ、これメーカーは違う名前が入ってんな もう読みにくい。まあ、この TS ってやつじゃないです。まあ、何の辺とか、こう、頭、うん Y で変かな ?YOT かな ?Y の前にまで入ってない、うん。まあ、あの、まあ、まあ、いいです。<laughs> まあ、あとはね、装備につけるときにね、こういう、あの、ラペリング用のロープに、こうやって通してね。あの、 リュックなんかにぶら下げとくとまああのサスペンダーのねこういうとこでも腰でも何でもいいですけどねつけとくとちょっとしたあのデコレーションアイテムになるんじゃないでしょうかカラビナはこんなもんかなでもまあまああのねえ他の装備まあ普段からミリタリーのジャケット着たりとかね夏場はまあミリファティーグのパンツふ普段履きにしたりとかねしますけど あの、もうこれが、このカラビナがね、僕にとって一番身近な、あの、日常的なミリタリーアイテムやったりします。まあ、あの、あの、腐ってきてて、磨くのめんどくさいなって思ってる人は僕みたいにちょっと普段使いにしてみるっていうのも手なんで、まあまあそんなところですね。ではでは。